1985年10月12日から1987年9月26日まで放映された。架空の学園である一応高校を舞台にして、一同霊、霊越号、出席よし、大魔神、物干し台からなる5人組、鬼面組と川由衣、古知恵などの個性的なキャラクターたちが活躍するドタバタギャグ、コメディ作品。最終回は事故で頭を強打した一同霊の人格が一変して、鬼面組を解散して生真面目組を結成すると言い出して周囲を困惑させるアニメオリジナルで、ラストでは生徒会長に立候補した霊が行動の壇上で生真面目組の結成を全校生徒に発表しようとするが、再度頭を強打して人格が元に戻り、鬼面組は永遠に不滅ですと宣言して締められた。